ニュースポストセブンです。今期限りでの引退を発表したフィギュアスケート選手の本田真凜さん、バラエティ番組では早くも争奪戦が繰り広げられているようです。2022年に交際を公表した男子フィギュアの宇野昌磨選手とは互いの SNS に写真を載せるなどオープンな姿勢で、引退会見でも交際は順調だと照れ笑いしながら明かしていた本田さん。テレビ局関係者は、フィギュア選手の恋愛事情など暴露トークができると一気に需要は高まります。テレビ界でもニューヒロインとして引く手あまたでしょうと明かしています。